今回紹介するのは、心を彩るつれずれ草、健康さんとお茶を一服、という本です。つれずれ草を開くと、新しい景色が見えてくる。もっと明るく。 もっと楽しく生きるヒントつれずれ244段の中から今の日本人に響く66のメッセージを選び分かりやすく予約しているお茶しながら健康さんのよもやま話を聞いているような楽しいつれづれ草例えば第38段悪口を言われたら悔しい恥ずかしいと思いますが言った人も 聞いた人もすぐに死んでいきますから気にしなくてもいいのです。あとで時間をとってしっかりやろう。これは今を怠けているすです。よめい1一日なら何をしますかいつもと同じことができますか吹き出したりドキッとしたりその通りと拍手したりつれづれぐさの面白さを再発見し93三段。今。 生きているこの喜びを日々楽しもうという健康さんのメッセージをしっかり受け止めた。以上興味のある方は実際の商品を a m をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。